はい、皆さんこんにちは。みなです。たかです。エンティロです。最近質問コーナーしてないから、インスタのストーリーで、皆さんにどういう質問があるかを聞いて、今日はその質問に答えたいと思います。基本的には私たちなんか話が長すぎるから、今日は本当にパッパパッパパッパで答えたいと思います。たくさん質問ありがとうございます。本当にありがとうございます。いろいろいただきましたので、今日はそれできれば全部答えたいと思うので、スタート。1個目、世界一周が中国で終わりましたが、何か理由はありましたか？1年が経ちましたから、多分中国から帰った日は362日とかだった。そうだね、ちょうど1年間。はい、もともと1年間っていう決めてた時が。次、レナさんは日本でどんな仕事をしていますか？外国出身の人が、日本で仕事を見つけるのは大変ですか？仕事を見つけるのが大変です。ビザがないと仕事が見つからない、仕事がないとビザが取れないという問題があって、外国人として日本で仕事を見つけるのが難しいです。と、今は会社を辞めて自営業でブロガーとかフリーランスライターとか、名古屋でツアーガイド、フードツアーをやってます。はい、次、世界一周の時の化粧品、保湿品、衛生品などはどうしてましたか？私は世界一周1年間メイク1日もやってないそうだ、全くメイク持ってきてなくて、やったのが日焼け止めを塗りました。塗るぐらいかな。世界一周してたらそんなメイクとかめんどくさくなってどうでもよくなります。服とかもどうでもよくなります。そう、ただ衛生品はどうしてましたか？そうそう、アルコール除菌シートと、あとテピカジェルは常にデイパックっていうね、日頃持ってるちっちゃいパックに入れてました。次いきますか。世界旅行をしてどこの場所が良かったとか知りたいです。難しいこれ今度ね、どっかなんか1個の動画にしてもいいかもしれないけど、パッと思いつくレベルで言うとどこが良かったですか？バリです。おお、俺は南アフリカのケープタウンが良かったです。あ、ここも良かった。ちょっとこれ話長くなっちゃうんで、長い答えはまた今度動画にちょっとしようかな今度ね。はい、いつも見てます。国際恋愛成就された秘訣はありますか？ドイツ人彼と復縁したいです。それは本当に個人個人のことだと思うけど、国際恋愛と普通の日本人同士の恋愛は何が違うの？難しいところがあるけど、言葉の壁とか文化とか、文化の壁、あとは距離かな。よく話すことかなよく話してるかな俺はね、ずっと喋ってるよ喋ってるけど、レナがずっと聞いてないけど俺は横でずっと喋ってるよ。そういうこと、独り言のようにずっと喋ってるよはい、ちょっと答えになってないかもしれないけど、次に行きます。で、ドイツ人彼と復縁したいんだって。だから一回別れたならもう一回付き合わない方がいいよサワサワしてますはい、次いきます。万里の長城の完結編が見たいです。万里の長城出してたけど、はい、途中で終わってたからかな。でもあれ以上撮ってないです、ごめんなさい。次、初海外、一人でアフリカ旅行は危険ですか？もうちょっと簡単な場所を選んだ方がいいかもしれないよ、初海外。ただアフリカでも南アフリカとかモロッコとか、そう、モロッコ、エジプトとか、でもアフリカって英語が全然通じるんで英語がちょっと喋れるんだったら全然ありだと思います。はい、今まで訪れた国で一番景色が綺麗だった地域を教えてください。おー、綺麗な地域がいっぱいあったけど、国でもいいし地域でもいいし、バリが景色がめちゃくちゃいい、ペンダ島ね。動画今概要欄に載っておきますけど、はい、あとはマラウィ、マラウィ景色めちゃくちゃ良い。それ俺言おうと思った、マラウィ。マラウィも動画載っておきますけど、あとアメリカかな、アメリカ、ナショナルパークめっちゃいい。僕らレンタカー借りてアメリカの国立公園を何個かこう旅してたんで、その時の動画も一応あるんで、はい、見てみてください。その3つかな。はい、世界一周の時の長時間バス移動、大変だったことと楽しかったことを教えてください。いろいろ大変だった、楽しかったことはない。バスで移動するのはそれは楽しいからじゃなくて、安いからバスで移動するということで、ね、大変だったことはまず俺はね、あれだね、背が180センチぐらいあって足がね、たまに狭かったりするんだよね。俺は特にお腹をよく下してたんで、長時間バスに乗ってお腹が痛くなった時はもうね、地獄でしたねはい、次、タカさんはどれぐらい英語話せるですか？まあ話せる。大学生の時とか一人でヨーロッパ一周したりとか、もともと海外好きだったし、学生の時にカナダに1年間留学してたんで、私の友達と普通にみんな英語で会話してるから、だからレナの両親とも英語で会話します。
まあだから、まあ、日常会話とかは普通に喋れます。はい、レナさんが日本に興味を持ったきっかけは何ですか？おお、13歳ぐらいの時にセーラームーンを200のエピソード全部見て。セーラームーンで始まったの？で始まった。はい、じゃああれだね、アニメってことだね。そうだけど、今は全然アニメに興味ない。はい、で、コロナ騒動が落ち着いたら次に行きたい旅行はどこですか？いやー、国内、海外、ね、どっちでもいいです。日本一周したい。急に壮大なこと言い出した。はい、ですお互いのどういうところが好きですか？また別のビデオで答えます。そうだね、今度なんかお互いの好きなところと嫌いなところを作ろうかとか。でも一旦もうこの質問に答えるためにお互いの好きなところなんか一個、タカが諦めないことが、何かを始めたらこうフォーカスしてずっと続けるのがすごい。私はそうでもない。まあ俺のレナの好きなところはあれだね、誰とでも仲良くなるところ。あ、本当にすぐ仲良くなります。外国人、日本人、うん、人に会うのが好き。そうだね、人が大好きで誰とも仲良くなっちゃうところが好きですね。はい、次、タカさんはなぜあのタイミングでプロポーズを決意されたんですか？おお、私も知りたい。動画載っけてきますね。ちなみにあの僕ら世界一周してる時に南米のボリビアのウイニエンコっていうあの何、あの鏡張りになるあのところでプロポーズしたんですけど、なぜあのタイミングでプロポーズしたんですか？じゃあロマンチックなところだったから。まあそれは一つあるし、あの僕らって南米が最後だね。てか世界一周中にプロポーズしようかなと思ってたんだけど、あ、それも南米世界一周が終わるのが南米を最後にして、でもう迫って迫って南米もうやばい、もうやばい、もうやべえってなって、だからもう選択肢くださったんだよ。マチュピチュでプロポーズするか、そのウイネンコだったんだけど、実は俺マチュピチュの時にも持ってたんだよ、ここに。おー、リングポケットに入れて、リング持ってて告白しようかなと思ったんだけど、あのすごいけどものすごく綺麗なんだけど、なんか人がねすごい周りにいたりとか、なかなかこう2人の空間が取れなかったから、一旦ねポケットに入れたまま待ち道から降りてたんだよ。でもう次のチャンスって南米のウイニエンコしかないから、でウイニエンコってすごい広いとこだし、あの時なんか夜空見ながらだったから、周りに誰もいなかったから、あのタイミングで決断しましたね。はい、まああれがラストだったからっていうのもあってね。次、結婚式はやる予定ありますか？あります。本当は今年の8月末にバリで、そう、あの結婚式をやる予定。もう予約もしちゃってたんですよ。全部もう決まってる。飛行機、ヴィラ、結婚式場、はい、あのね、あのあのウイルスさんが全てをねぶち壊しましたね。まあ多分ね、8月の末はさすがにちょっと厳しいかもしれないね。多分今年はそれキャンセルして延長ができるから、ビラも式場も飛行機もあの延長できるやつだったんで幸いね。だから多分来年にまた繰り越します。はい、次、はい、タカさん今度は何系のコンサルになったんですか？なんか元々、僕とレナ一緒の会社の、まあ、総合系のコンサルに働いてて、で今もあの会社は僕変えましたけど、言ってしまえば総合系コンサルです。ちょっと、まあ、コンサルに詳しい人だったらもう大体察しがつくかもしれないけど。はい、次、一番最高の経験は何ですか？それは今 LT の人生をどのように変えましたか？まあそれはプロポーズじゃない？おおこれはさすがに女性だったらプロポーズでしょ。いやいや、で今の人生どう変えたか？まあ結婚できた、日本に住むことになった、まあ、ずっと一緒にいれることになった。はい、求めてる答えかどうかわかんないですけど。そういうことです。そういうことです。1日キスは何回しますか？1000回どういうこと？まあ実際は1000回もしてないです。そんな暇ない。なんだろうね、わかんない、10回ぐらいじゃない？わかんないね。10回と1000回はすごい。だって外国人って約オーバーに言うじゃない。その1000回と日本人が謙虚に言う10回。50回ぐらい、はいはい、次、ウイニエンコのプロポーズがよくわからないのでもう一度はっきりとお願いします。これどういうことなの？動画で撮ったけど、まあ、暗いから見れない。あ、そういうこと、見れなかったってことか。空が世界で最も綺麗い星空の下でめちゃくちゃ寒いところで、赤がこうポコッと、そうだね、何、海外で買ったピーの箱を開けて、エクアドルで買いました。その中にキューバで買った貝でできたバラ型の指輪をこうポコッとして、日本語とドイツ語を使ってめちゃくちゃいいことを言っ
して結婚してくださいって言ったっていう。で、ちなみに結婚してくださいっていう時にさ、こう膝をついてさ、こうやってやるじゃん。で、ウイゲンコって下が水が張ってる。これぐらいの水だよ。膝ついちゃったから、その後膝がめちゃめちゃ寒かった。あ、マジあれは後悔。はい、次。お互いどこに惹かれましたか？もともと同期で、私はその前別に日本人に興味なくて、うん、絶対に日本人と付き合いたくないなと思ってた。おい。今もう絶対に日本人と付き合わないべきだなと思ってる。おい。まあその壁を俺が乗り越えたってことだね。そういうこと。はい、次。自粛で二人の楽しみ方を教えてください。まあ家で何してるとかじゃない？レナはヨガやったりとか、うん、まあでも二人で楽しみったら、まあネットフリックスで映画見るとかじゃない？まあ多分皆さんと同じですよ。うん、あとこの動画を撮るとかも楽しい。ああ、動画撮ってる時は楽しかったりするから、まあこれも一つの楽しみです。はい、次。海外の治安対策で気をつけていることがあれば教えてください。周りを見ること。そうだね。あのカバンとかを絶対に閉めて、あの体の前に持つとか、小さいことが気をつけなきゃいけないことが、なんか一個の大きなことはない。そうだね。あとお昼であっても絶対に人が歩いてない裏の路地とかには行かない。お昼であってもね。あの普通に南アフリカで会った日本人の子がお昼普通に歩いてて、携帯とか財布とか普通にナイフで押されて取られちゃったっていうところもあるんで、お昼であってもちゃんと人がいるところをちゃんと歩く。定期的にちょっと後ろとか周りとか見回しながら五感をねフルに活用して。はい、次。大学生のものです。英語はどうやって喋れるようになったんですか？あ、俺？いや、日本人でした。あ、俺はまあ、さっきもちょっと言ったけど、大学生の時に1年間カナダに留学してて、まあ喋れるようになったし、あとその後バックパッカーとして1人で1ヶ月ドーンってどっか行ったりとか、友達となんか2、3週間ドーンってどっか遊びに行ったりとか、まあよく海外に行ってたんで、まあ喋れるようになったかな。まあ使うことだね、多分ね。そう、使うのが一番大事だと思う。はい。日本に住んでドイツの食べ物が恋しくなりますか？どんな食べ物が恋しいか知りたいです。あんまり本当にドイツ料理を食べたいなと思ったら自分で作るしかない。はい、次。世界を旅してどこが気に入ったんですか？さっきも答えました。まあ、あとは俺あれかな、日本かな。日本が大好きになりましたね。世界一周して周りを見るからこそ自分の国がどれだけ豊かで素晴らしいかって気づきました。はいはいはい。まあ、それが俺一番の収穫だと思うけど、はい、たくさんある。ありがとうございます。具体的に教えてください。はい、世界一周後の転職活動について、前職の丸の内のコンサルも可能であれば知りたいです。で、まあ、会社名は言わないけど動画の中では、まあ、DM とかくれれば個人的には教えます。で、今も結局ね、丸の内の、まあ、外資系のコンサルに移りました。僕らの動画見てくれてる人で、まあ、同じようにあの今働いてて世界一周したいっていう人もいるのよ。 DM とかでくれるんだけど、だから実際こう一回仕事辞めて世界一周とか行って本当に仕事復帰できるのかって不安に思ってる人は多分いっぱいいて、はい、結論から言っちゃうと、まあ、僕はコンサルでもともと働いてたんで、コンサルの業界で言うと全然復帰はできる。で、他の業界は分かりませんと。僕ら働いてないんで。はい、なので、はい、次。コロナウイルス収束後旅行する予定はありますか？ドイツ一周とかみたいです。おお、ドイツ一周。どっかのタイミングでね、またドイツ、まあ、レナのね、生まれ故郷で暮らす時も来るかもしれないんで、まあ、その時はヨーロッパ一周とかね、ドイツ一周とか、ぜひ動画にしたいですね。はい、はい、次。 YouTube 全部見ました。ありがとうございます。僕らの動画今180とか200弱あるんだけど、ありがとうございます。本当に。将来子供ができた時、家族で行きたい国とその理由を教えてください。今のところは子供考えてません。一緒に旅行をするとかも考えてません。でも将来できた時で、できた時にどこに行きたいか、だから考えたことない。別にどこにも行きたくない。わかりません。こういうとこです。はい、次。昨日初めて動画見ました。ありがとうございます。ありがとうございます。世界一周を始めたきっかけは何ですか？これ動画作ったね、うん、昔動画に昔答えがありましたので、ちょっとリンクに載っけときます。はい、なんで世界一周したか。子供はいつ頃考えてますか？30歳超えたらもう一回話します。はい、ということで終わりです。もしなんか自分のコメント読まれてないっていうのがあったらコメント欄で教えてください。だったらわざわざ僕らが恥じたわけじゃなくて、はい、
もしかしたら受け取れてないかもしれない。はい。はい、というわけで、いろんな質問ありがとうございます。合計30個ぐらいかな。そうだね。この動画が面白かったならいいねボタン押してください。で、まだチャンネル登録してないならチャンネル登録もお願いします。あとなんか追加でね、またこの動画見てもらって、ね、追加でなんか質問とかある人はあのコメント欄で書いてくれれば、また今度どっかのタイミングで Q&A アンサー動画作ろうと思います。はい、また次の動画で会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。